はい、大きにアプローチマン、ウィンウィンの皆さん、アプローチマンことアッピーです。今回はね、いよいよね、12月になってね、ぜひね、アップルウォッチホルダーの皆さんをね、せっかくならね、ウォッチをね、クリスマス仕様にしてはどうかなということでね、皆さんに文字盤のね、クリスマスでね、使える文字盤をね、発表しているアプリをね、3つ、皆さんにね、ご紹介しようかなというふうに思っております。まあ、画像だけならね、まあ、好きな画像をね、どこから拾ってくるっていうのもね、手ですけれども、それだけではなくてね、まあ、コンプリケーションを使いたいとかいろいろあるとは思うので、まあ、そういうものにもね、対応できる文字盤をね、まあ、有料にはなってしまうかもしれませんが、そういうのもありますのでね、まあ、ぜひね、検討してみてはどうかなと思いますんでね、どうぞよろしくお願いします。それではね、本日のタイムライン早速いきましょう。それではね、まず最初に文字盤アプリの概要と詳細ね、お送りして、アプリ1、アプリ2、アプリ3という形でね、お送りしていきたいと思います。それではね、いきましょう。今回はね、3種類の文字盤のね、アプリをね、ご紹介ということになります。基本ね、無料で使えるものですので、まあ、皆さんもね、有意義かなというふうに思います。で、文字盤設定はね、非常に簡単で、クリスマス仕様がありますのでね、それをご紹介と。で、コンプリケーションもね、対応しているものがありますので、まあ、それもね、いいかなと。そして一番いいのはね、あまり知られていないものだということですね。まあ、ぜひね、このチャンネルをね、見ていただけてるということでね、使っていただければというふうに思いますんでね、ぜひよろしくお願いします。それではアプリ1からいきます。ウォッチフェイシーズギャラリー&ウェジェットっていうやつなんで、無料でね、使えるんですが、インストールしたらね、立ち上がりますんで、コンティニュー、コンティニューで、ここをね、すると有料になるんで、左上のバッテンを押してください。するとね、立ち上がってきますんで、一番上のね、カテゴリーをね、こう行くとフリーっていうのがあるんで、フリーを見ると、これがね、全部無料でね、使えるものになります。で、それ以外に関してはね、有料となるので、まあ、無料について押すとね、すぐこうやってマイ文字盤がね、立ち上がってきますんで、それでね、入れるという形で簡単です。皆さん誰でもできると思います。で、上のね、カテゴリーがあるので、その中でね、クリスマス、だけではないです。今回ね、クリスマスに限ってやってますけど、クリスマスだけではないので、クリスマスを含めてね、皆さん探していただければというふうにね、思っております。こんなね、いろんなね、ものが、たくさんあります。で、その中に、まあ、クリスマス仕様というものがあって、それをね、使ってもらえれば、クリスマスとしてね、使えるんではないかということでね、今回ね、ご紹介という形に、ね、しているんですけどね、まあ、いろんなものがありますよね。なので、いっぱいね、ありますんで、これを使っていただければと思います。でもね、すべてね、有料化しないとね、使えなくなっておりますので、まあ、その点はね、もしこれが使いたいということであればね、これはね、カウントダウンができるね、クリスマス仕様のものなんで、すべてこういう形でね、有料になっておりますのでね、こういうね、コンプリケーションもね、含んだようなものもね、単に画像だけではないものもたくさんあるので、まあ皆さんね、考えてもらってね、どれに、これがいけると思えばね、有料にね、お金払ってやっていただければというふうに思いますんでね、ぜひね、対応していただければというふうに思います。で、2つ目はね、Watch Faces Galleries No.1 というもので、これもね、無料で基本使えるんですが、立ち上げると Continue、Continue で、これはね、下の Skip ということをね、押していただければ、お金を払わずに、まず入ることができます。で、いろいろあるんですが、下のね、真ん中の部分入れると、カテゴリーが選べますんで、で、上の方をね、ずらしていくと Free というのがあるんで、フリーに合わせるとこうやってフリーのやつが見ることができます。まあ、これだけね、フリーがありますので、この中からね、好きなものはすべて無料で使える。で、押していただくと、これ立ち上がるんで、アドフェイスを押していただくと、普通にね、すぐ立ち上がって、追加というものを押せばすぐに追加できると。これも簡単にできるようになってるんで、それでやっていただければというふうにね、思います。で、もちろんね、これ以外にも、今回で言う、ね、ところの、クリスマス仕様というのをね、ありますので、それをね、まあ、探してもらって、クリスマスこういう形でね、いろいろあります。で、これが気に入ったなと思ったらね、有料化していただければというふうに思いますし、これね、押していただければ
どうなるかというと、ここでねお金を払ってくださいというになるので、まあ、これをねお金払っていただければ使えるよという形になりますね。でクリスマスっていうものもあるんで、クリスマスウェジェットね、これはねコンプリケーションが使えるウェジェット付きっていうやつですね、も使えますよということですね。で3番目のアプリはねベターウォッチ、いうもので、これもね無料で使えるんですが、コンティニューで、これはね左上をバッテンを押してもらったら無料で入ることができるということですね。でこれもねカテゴリーに分かれているので、これ下にねずっと行っていただくとフリーピックっていうのがあるので、そのセットオールというのを押していただくと、まあ、ここに回しないにしてもらうと、まあ、フリーのものがこれだけあるので、これだけのものはねフリーで使えるということになります。で、まあ、今回このキラキラの、ね、ものをねアッとしてみると、ウルトラでね、なんで私はウルトラを選んで、でここでコンティニュー、押します。するとアッドユアウォッチになるんで、ここでまたアッドユアウォッチを押して、するとね立ち上がってきますんで、ここでね普通に追加というふうにしてもらえれば追加できるということになります。でこれ以外にもねたくさんあって、まあ、クリスマスに限ってはウィンターねいうところを押してもらったらできますし、こういうねところを別にクリスマスね、これはクリスマスタイムになってますけど、いろいろありますね、これもたくさんありますので、この中から選んで好きなものを選んでいただくことができると。選んでアドを押すと、まあ、有料にしますかとなるので、コンティニューすると有料でお金を払えば使えるということになります。もちろんこのウィンターというのをね、選んでいただくと、まあ、他のね、クリスマス系のね文字盤が見れるという形にやられています。まあ、他にもね、たくさんありますので、もしよかったらね、有料化したい場合にはね、これを使っていただければというふうに思いますのでね、どうぞよろしくお願いします。はい、今回はね以上となります。まあ、クリスマス気分をね高める上で、せっかくねアップルウォッチも持っていらっしゃるということなので、使ってみるのも手じゃないかなと思いますんでね、まあ、もしねよかったらご友人にもお知らせしてね、みんなでねクリスマス気分を味わうということで、今年を締めくくるというので、ね、いかがでしょうかということで、今回はね良、かった面白かったね、ためになったとありましたら、ぜひグッドボタン、そしてコメントいただければというふうに思います。またね、皆さんに有意義なね、動画を出していきたいと思いますので、またご覧ください。ハッピークリスマス。 See you!